テニス全仏オープン第5日、2024年5月30日、パリ・ローラン・ギャロス。男子シングルス2回戦で世界ランキング350位の錦織圭、34イコールユニクロ、和世界15位の米シェルトン、21イコールアメリカ、と対戦し、6の7・4・6となった第2セット終了後に棄権した。3月のマイアミ・オープンで負傷し、試合前から違和感を覚えていた右肩痛が再発。 試合後の会見で、2セット目の中盤ぐらいから痛みが出た。2対0ならやっていたが、0対2で3セット取らないといけないと考えたときに、さらに悪くしてしまうという判断で止めました。大きな離脱にならないことを願うのみですと語った。29日午前に試合が始まり、5対5の第10ゲーム終了後に雨で中断。約30時間の中断を挟み、 30日午後に再開した2課係の長期戦は途中棄権という形で幕を閉じた。第1セットは互いにすべてのサービスゲームをキープし、タイブレイクに突入。錦よりは5 2とリードしながら逆転で落とした。第2セットは第1、3ゲームでブレイクを許して追う展開。第8ゲームで初めてブレイクに成功したが、及ばなかった。第2セット終了後に、雨のため、 この試合2度目の中断。そのタイミングで危険を決断した錦織は、休みでアドレナリンが切れて痛みが出始めたと振り返った。パワーに技術で対抗し、収穫も得た。この試合の最速サーブは錦織の172キロに対し、相手は227キロ。第一サーブの平均速度は50キロ近い差があった。錦織は9本のサービスエースを浴びながらも、 5本以上のラリーに持ち込んだ得点では26から18と大きくリード正確なストローク駆け引きのうまさは健在だった今大会が3月のマイアミオープン以来の復帰戦肩に違和感が残っていたため出場を決めたのは開幕3日前だった4大大会出場は21年全米オープン以来3期ぶり 26日の1回戦では5セットにもつれる4時間22分の激闘を制した。代償は大きく全身が激しい筋肉痛に襲われた。1回戦から4日後のこの日も体は重く、このサーブとこの動きでもここまでプレーできたのは唯一のポジティブな点と語った。今後のツアー出場は幹部の状態次第だが、なるべく芝も晴れからは出たい。 2、3日休んでどうなるかと6月17日開幕のテラ・ウォルトマンオープン、ドイツ晴れ、2位欲を見せた。試合数は前みたいに多くは出られないが、普通の流れで試合に出られるように、まずはそこに戻りたい、怪我と戦いながら完全復活の道を探っていく。